はい、今日のハイカラ万歳。まず後半は、かなさんの素晴らしい演奏からご披露いただきました。ありがとうございました。アベマリア。はい。これはもう皆さんよく知ってらっしゃるそうで大好すきな曲ね。だと思いはますい。が、どうですか？この曲、自分で演奏される時なんか思うことって。そうですね。やっぱり今回この曲を演奏してくださいっていうことを言われた時に、なんとなく一番に浮かびましたね。ちょっとやっぱり震災の後というのもありましたし、そうですなんとね。なくこう心を込めてこう祈りといですうことね。で演奏したいなというふうに思いまして、そうですはい、今日もね。吹かせていただきました。さて、菅さん、ここになんかトランペットのマークが入ったは小さい。なバッグみたいな、これ何ですか？これはですね、トランペットのマウスピースポーチになります。マウスピースを入れて置くものなんですけれどちょっと開けも、ていいですかはい、ね。もちろんです。はい、何本か、まあ、2、3本入るようになっているんですこの丸いが、穴のところに入れはる。い、そうですこういうね。感じでございますはね。い、だんだんですね、こう演奏ももちろんそうなんですけれども、大人の趣味としまして、自分のグッズを持つのが楽しくなってきましてこね。れをもうソロのコンサートの時は売ったりなんかしちゃう。はい、これそうとなこんれでをすよね。ね。はい、今ははCD、携帯のストラップ、それから研磨剤が入っていないクリーナーで、眼鏡を拭いたり楽器も拭けるという、あ、いいですそういうクね。ロスですとかフォトアルバムですとか、そんなものがありますけれども、ケースですとかね、そういう女の子向けのといったら男の子に申し訳ないんですけれども、かわいいトランペットのケースってあんまりないんですよないでね。すごっついね。のばっかりで、はい、なのでそういうのを作りたいなとか、まあ、ほとんど自分のためですけれども、作りたいなって思っでもて。定期演奏会の後とかファンの方こういうのをじゃあ買ってってくださるんでしょうそうでね。すね、ありがたいこあとりに。がたいですはい。ね。これからどんどんますます有名になりますからね。こういうものがどんどん売れるぜと思いひますよけろど、しくお買ってく願ださいいい、皆たさん。します。さて、先週も話したこの今セカンドアルバム「ファンタジー」が発売中でございまして、はい。これは CD ショップでも売ってますし、あとホームページからも、お買い求めいただくことができます。ファンタジーという、タイトルのついた曲がたくさん入っていはて、い、そうですね。でトランペットの勉強したいって方にもいいという、はい。ぜひ聴いていただければと思います。さて、毎年秋にえ、コンサートというかはい。をやられてるということで、はい。これはどんな予定ですか、今年は。今年で11回目になりまもうす。そんなになりますはい、か。年に一遍自主的に自分のリサイタルを開リ催サしてイタまいりルを。ましたね。今年は東京公演の方が10月の31日の月曜日の夜、成城ホールという成城学園駅のところのなホるほールど、いいでとこやでらすせていね。ただくことになっております。もともとやっていましたのは、出身である茨城県の水戸市の方で1回目からずっとやってまいりましたが、昨年の10回目から東京公演と水戸公演と、2つやることにしまして、やっております。リサイタルはあくまでもやっぱり自分から皆さんに、全ての面で自分から発信するというものでやってますので、1年間こういうことをやってきたとか、そういうのを皆さんに報告する場所だと思いながら、はい、やっておりますので、はい、ちょっと違う仕事とはやっぱり違った面持ちでやってます。まあ、ものすごく大変なんですけそうどですか。ね。ではもい。ファンの方はね、そのリサイタルだけはカナさんに会いたくて、カナさんの演奏だけ聞きたくて来る方ばかりですから、なんかこう、ホームタウンに戻ったような感じってありません？ありますありますよね。ね。はい。安心できるというかはい。嬉しいですよね。はい。特にもう茨城では、やっぱりね、もういつも来てくださるそうで方すよがたくね。さんいらして、応援してくださいますので、もう本当にいつもアンコールになると、もううる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 しながら、ああ、そうですはい、もう本当か。に泣いちゃってた時もありますああ、しそうね。ですか。はい。そういう、こう、やっぱり、あーって思いますねえ、コンサーね。トいいですはもんい。はい。ね。さて、そんな母さんなんですが、毎回ゲストの方にですね、はい。色紙に座右の銘を書いていはただい。いておるんですが、はい。今日もこちらのマジックはい。でぜひ書いていただければと、あとはサインの方もお願いしたいと思いい。はい。ます。本当にトランペットはの音色というのは本当にいいですね。僕らも疲れた心も癒されてしまいますけれども。さて、そんなかなさん、大変明るい、活発な女性という、アクティブな女性という感じでございますけれども、趣味はウォーキングということで。さて、こちらのじゃあカメラの方に、どうぞ、すいません。はい、ほこんなほう、感じで。いつもベスト。はい、これはもう座右の銘と、これはベストというのは自分でできる
いつもベストな 日にち、いつもベストな時間、いつもベストな状態をしていれば結果はベストなものしかやってこないだろうと。これはもう間違っていただきたくないのは、パーフェクトということとは違うと思うんですね。パーフェクトである必要はないと思うのですけれども、いつもベストな時を過ごして、本当に人生、ああこの私の人生はベストだったなって思ってですね、死んでいけるといいなっていうふうに思っています。それは一つ一つの演奏に対してもそうですが、パーフェクトな演奏っていうのはやっぱりありえないというか、まあその100回やって 1,2 回もしかしたらあるのかもしれないですけど、今までこれがパーフェクトだなんて思った演奏っていうのはほとんどありませんけれども、それをどこまで自分の中で煮詰めたり、自分の中でトライしたり、どこまでやっていくかというのが演奏を仕上げることだと私の中では思っています。ですので日々もうその日のベストな状態を日々続けることによって、演奏もベストな状態になってくるというふうに信じています。それはもう人生においても演奏においても全てにおいてそうだと思ってますので、いつもベストを尽くしてやっていきたいなというのが私のいつもの気持ちです。ありがとうございます、はい、おいてください、はい、いつもベストというね、私も先週今週と、この番組でかなさんにお会いして、なんて言うんでしょう、隣にいてこう明るさとか元気というか、そういうオーラがね、そうですか、いや本当にこう伝わってくるというか本当に素敵な、人間的にも素敵な女性だという、本当に僭越なんですけど、そんな印象でございますので、ぜひこれからも、はい、もうより大きなステージに向かってですね、はい、いつもベストでまた頑張っていただければと思います、はい、また時にはこの番組遊びに来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、愛からトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。メールの方もお待ちしております、そんなわけで2週間ありがとうございました。ありがとうございました。体調の方もねベストにしていただいて、はい、頑張っていただければと思います、はい、これからちょっとね、奏者の方にとってはね、嫌な季節ですから ね、 そ、 ね、はい、そして皆様ぜひセカンドアルバムのファンタジーの方も、CD ショップの方でお買い求めいただいたり、あるいはかなさんのホームページアクセスいただきまして、コンサートの方もぜひ行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回6月10日この番組でまたお会いいたしましょう。皆様さよなら。